エンジェル隊揃いました。それではピコでの作戦を説明します。今度の敵ベネディクタイン公爵はあんな罠を仕掛けておくようなタイプで、おそらく奇襲に対しては万全の備えをしているでしょう。でもだからといって正面から当たるわけにもいかない。敵の陣容は間違いなくこの前のカルバドス艦隊の規模に匹敵するはずよ。カルバドス戦では奇襲で崩してもギリギリでした。ねえ、だから力押しでは勝ち目はないわ。うん。そこで私とカーチューサで検討した結果、一つだけ突破口が見えてきたの。勝算が高い手とは言えないけど、やりましょう。少しでも可能性があるなら。ええ、その息よ。今回もカズヤ君の力が必要なの。よろしくね。はい。それじゃあカーチューサ、説明をお願い。はい。これが敵が決戦の場所として指定してきた惑星ピコ周辺の現在の状況です。予想される敵艦船の配置はこちらです。機関はおそらくここに。うへえ、この点全部敵かよ。これでも少なく見積もっています。カルバダス艦隊の運用を参考にするとさらに3割以上増える可能性もあります。ゆえに単艦での強行突破は自殺行為です。さて、次にこれが指定機術のピコですが、先ほどの映像とは異なる天体がありますね。わかりますか？これは月？その通り、ピコの衛星フェムトです。この時期にちょうど戦闘中域に最接近します。フェムトっていうと、前にナノナノを助けるために立ち寄ったナノナノの生まれ故郷なのだ。大昔のナノマシン研究施設があるのだ。そう。そしてその施設を守るため、ここには半永久的に再構築される全自動迎撃システムがあります。皆さんはご存知でしょうか？あったな。冬砲台が山ほど。猛暑期でぶっ潰したっけ。でもすぐに自己修復しちゃうんですよね。そう、あの防衛システムはあまりにも危険だったものだから、その後の調査隊がなんとかスリープさせたの。そうだったのだ。ええ、今はもう機能していないわ。でも今回だからこそ役に立ってくれそうなのよ。どういうことだ？もし防衛システムが作動していたならベネディクタインは最大限に注意したでしょう。しかし今のフェムとはただの無人の衛星、無害であることを確かめて警戒対象から外している可能性が高いのです。あ、分かったぜ。そこに隠れて奇襲をかけんだな。違いますよ、アジート少尉。それでは発見されて返り討ちになる。あ、そう。我々はこのフェムトを別動隊の援軍として利用するつもりです。つまり防衛システムを再起動して最接近時に敵艦隊に反応させるのです。敵は混乱するはずよ。そこを狙って攻勢をかけるわ。なるほど、面白そうじゃない。それでシステムの再起動は具体的にどうやって行うのです？鍵となるのはプディング少尉です。ナノナノなのだ。はい、少尉はもともとフェムトの研究施設に登録されたナノマシンの集合体、すなわち内部からマザーコンピュータに直接アクセスすることが可能なはずです。厳重なロックもそれで解除できる。それじゃあナノナノがフェムトに？そう、ナノちゃんに潜入をお願いしたいの。そしてそのサポートをカズヤ君に。危険は伴うけれどやってもらえるかしら？もちろんなのだ。ナノナノにお任せなのだ。はい、必ず成功させます。ナノナノと二人で。三人でじゃないかな。違いますか、艦長？この計画ではフェムト潜入のために管制飛行のエキスパートが必要だ。おそらくそういう飛行技術を学んでいるのは僕だけだったら、導き手は僕しかできません。さすがロゼル君、どうやって潜入するかもう分かってるみたいね。確かにあなたの協力がないと難しいわ。お願いするわね。了解しました。全力を尽くします。チーム結成なのだ。今回もよろしくロゼル。ああ、きっとやり遂げよう。いいかい、二人とも。
これから最高出力まで持っていく。そして最大速度に達したらエンジンを停止。あとは完成飛行でフェムと目指す。分かってるのだ。打ち合わせ通りなのだ。敵は当然クロノストリング反応を監視しているはず。逆に言えばエンジンを使わず完成飛行だけでうまくフェムトに潜入できればベネディクタインに気づかれない可能性は高いってことなんだ。ただ感性だけでフェムトまで飛ぶのは技術的にもすごく難しい。少なくとも僕やナノなのにはできない超絶テクニックの離れ技だ。もうすぐだ。よし、今だ。クロノストリングエンジンを切って。了解なのだ。あとは僕の航跡をトレースしてついてきて。後方装置をリンクさせたからオートパイロットでも大丈夫だよ。おお、これは楽ちんなのだ。でもロゼルの方はずっと微調整を繰り返してる。これをあと何時間もするんだろう。今はまだ楽さ。この先フェムトに近づけば重力の干渉がとんでもなく増大していく。腕の見せ所はそこからかな。大変なのだ。ロゼルはずっとパイロットの訓練をしてきたのだ。ああ、夢だったからね。それに約束でもあったから。約束？誰としたのだ。あ、いや、ごめん、何でもない。つまらない話さ。ロゼル？さあ、しばらく操縦に専念させてもらうよ。何かあったら回線を開く。あ、どうしたのだ、ロゼル。ナノナノ、まずいこと聞いたのだ。さあ、そんなことはないと思うけど。さあ、いよいよだ。ここからは重力干渉が厳しくなる。集中していくよ。任せたよ、ロゼル。頑張るのだ。応援してるのだ。すごい、神業だ。こんな飛び方、ナノナノには絶対無理なのだ。重力を逆に利用して速度を殺さずに駆け抜けてるのか。ほとんど機体にショックが伝わらない。本当、天才だ。天才なんかじゃないさ。あ、ごめん、集中の邪魔しちゃった。いや、集中してるよ。考える必要のない会話はできるさ。天才だったらこんなことすぐにだってできる。でも僕はこれができるまでに4年もかかってしまった。それじゃダメだったんだ。ん？だから今役に立ってるのが嬉しいね。さあ、最後の難関だ。そう、ここだ。まだ半年だけど、懐かしいな。その説はご心配をおかけしたのだ。いいかい、構造図によればこの先に端末がある。早く防衛システムを復帰させて僕たちも所定のポジションにつかないと。うん、急ぐよ、ナノナノ。勝手なのだ。これは、ああ、ナノナノの姉妹たちだね。姉妹？そうなのだ。ナノナノたちはずっと昔にここでこうやって作られたのだ。でも目を覚ましたのはナノナノだけなのだ。他のみんなは何をしても起きないのだ。レポートでは読んでいたが驚いたな。ナノナノは寂しくないかい？目覚めたのが自分だけで姉妹はみんな眠ったままだなんて。みんな起きたら楽しそうとは思うけど、ナノナノにはルクシオールの仲間が一緒なのだ。ママだっているのだ。だから寂しくなんかないのだ。ナノナノ、そうか、強いな君は。まだまだなのだ。もっともっと強くなって、ナノナノはみんなのことを守るのだ。いや、強いよ。ロゼル？すまない、時間を取らせた。行こう。はい、ナノだ。ん？写真。ロゼル、落としたよ。ねえ、ロゼ。ここだな、端末があった。
なのだの、頼むよ。了解なのだ。ダイビングなのだ。アクセスコード認証、生体情報確認。接続者をナノマシン集合サンプル0315と認識、オペレート可能です。それじゃあナノナノ、フェムトが敵陣に最接近する時刻に防衛システムが再起動するようにセット。アイアイさん、ナノだ。ちょっと複雑な手続きがいるみたいなのだ。しばらく待っててなのだ。了解。ロザル、これ。それは、そこに落ちてたのを拾ったんだ。君のでしょ。中身見ちゃってごめん。悪気はなかったんだ。いや、それは構わないさ。拾ってくれてよかった。ここで落としたままだったらもう回収できないかもしれなかったからね。大切なものなんだ。ありがとう。それは誰の写真？妹のビアンカさ。へえ、妹がいるんだ。だからさっきナノナノに姉妹のことを。ああ、可愛い妹さんだね。今はエデンに？いや、そっか。じゃあロゼルと一緒にノイエかアブソリュートに移ったんだね。いや、ビアンカは。これで完璧なのだ。警告、警告。施設内に侵入者あり。侵入者は2名。直ちに警備プログラムを再起動。で、ナノナノさん？どうやら研究所の中と外は設定が別だったみたいなのだ。中の方の防衛システムはたった今動き始めちゃったのだ。ってことは、あの警備ロボットがまた退去してやってくる？急いで脱出なのだ。ごめんなさいなのだ。ロゼル、急ごう。ああ。射出カタパルトのセッティングはできてる。すぐに発進するよ。了解。なんとか追いつかれずに済んだのだ。二人ともごめんなのだ。目的は果たせたよ。さあ、脱出だ。公爵様、ルクシオールの艦影を捉えました。副兵はご命令通りデブリへの偽装に至るまで周辺中域を調べましたが、何一つクロノストリング反応も一切検出されておりません。そうか、観念したか、ルクシオール。だが油断は禁物。速やかに全力にて排除してくれる。無人艦隊への指令コマンドをパターン A、 敵対艦船への自動反撃に設定せよ。はっ。音楽聞こえるな。我が輩の中に鳴り響いている。ルクシオールとルーンエンジェル隊に手向ける曹操の知らない。そしてそれは神への階段を上る我が輩への賛美歌でもある。守ってくれた。あとわずかで鍵は我が手に。カルバデス、ジュニエフ、お前たちも我が輩が葬り去ってくれる。ルクシオールと我が軍は戦闘に突入しました。ルクシオールはシールドを強めて被害を軽減し、戦速でこちらの撹乱を試みているようです。惑わされる必要はない。均等に包囲を狭めていけ。当艦の周囲に展開する主力艦隊で蓋をすれば包囲の輪は完成します。突破は不可能です。ならばそうしろ。はっ。良い形だ。こちらは衛星フェムトが背面の守りとなっている。黒のネズミだぞ、ルクシオール。主力艦隊移動か。何事だ。背面からの攻撃です。方向はフェムト。
衛星フェムトの防衛システムです。浮遊砲台から一斉に砲火が浴びせられています。火体フェムトに近づきすぎています。なんだと。フェムトの防衛システムの停止はとうに確認済み。そうか、やつにフェムトに潜入を。しかしどうやって。主力艦隊のほとんどが自動反撃モードに移行しました。浮遊砲台に向かっていきます。しかし兵装が対戦艦対紋章機用に特化してあるため効果が上がりません。浮遊砲台撃破できず、これでは艦隊が釘付けに。何をやっているのだ。早く呼び戻せ。司令コマンドをマニュアルに変更しろ。間に合いません。ルクショール投下の戦闘圏内に到達。護衛艦隊は大半が圏外に出ています。これでは投下を護衛する船はわずかです。そんなバカな、ありえん。グドンがカルバドスと同じ鉄を踏んだ。そんな馬鹿げたこと。3人とも聞こえる？一時収容は終わった？はい、機体には異常なし。マッチシナノだ。こちらもすぐに再出撃可能。おかげで防衛システムはうまく再起動したわ。ありがとう。あとは機関を叩くのみ。コンソールに作戦図を回すわ。これがミッションエリアのスキャン結果よ。ルクシオールはこの位置、そして敵機関および護衛艦の配置はこう。本来相手にするはずだった数を考えればだいぶ常識的になったと言えるわ。まだまだ侮れる数ではないけど、でもあなたたちなら必ずやれるはずよ。ミッション目標は敵機関の撃退。勝ちましょう。ピコを解放するわよ。了解だ。